はい、こんにちは。ヤースです。このチャンネルはですね、ひたすらいっぱい日本酒を飲んで、日本語と英語で、世界にどんどん知ってもらう日本酒っていう、そんなチャンネルになってますと。で、通常だと、一本の日本酒を飲んで、これ美味しかったよとか、こんな味がするよっていうのを、日本語と英語でやるんですが、ちょいちょい特別みたいな感じ、特別っていうか、勝手にサブコンテンツとして、飲み比べみたいなことをやってます。で、今回飲み比べるのが勝手に鍋島を飲み比べようかと思います。で、1本目がこの鍋島の、純米吟醸のかな？の隠し酒？どのお米かは書いてないんだよね。で、もう1本の方が鍋島の、こちら純米大吟醸の、兵庫産徳江地区吉川産、多分吉川だったと思うんだよ、読み方。これまた、こっちは山田錦ですと。で、こっちが2021年の12月。で、こっちが2022年の1月に作られたものになります。で、佐賀県、長瀬島は佐賀県のお酒で、福千代酒造さんっていうとこが作ってます。個人的に鍋島はめちゃめちゃ、好きで。どんな日本酒おすすめなのって言われた時に、鍋島は絶対に出す名前かな。ではまずは、隠し酒、裏鍋島って呼ばれてんだっけ？忘れちゃった。ごめん、これね、鏡文字になってるからかっこいいよね。で、いつも通り鏡クリスタルを使って飲んでいきたいと思います。ほいでは乾杯です。まず香りが、いい甘い香り。でも純米吟醸なんだよね。華やかだけど、もうちょっとリッチめに重みにした感じだよね、この香り。いい香りだな。で、味の方が、うまい。うまいね。透き通るクリアさだけど、この後に残る絶対的なこのお米の感じ。なんでフレッシュ感もあるんだろう。すごい、でも1月だからフレッシュ感な。まあいいや、なんでも。美味しい。では、もう1本目の方が、山田錦を使った大吟醸の、クラシックナブシマっていうラインナップみたいです。いや、いいね。こういうふうに鍋島を 飲み比べるっていうのは。はい、乾杯です。こっちはおとなしい。おとなしめにちょっと華やかみたいな甘さの香りがするお酒だ。で、いいね。後からじわーっと広がってくる。うまい。いいな。むっちゃおとなしめな日本酒で、でも後からきれいな華やかな匂いだったり、きれいな日本酒というか、お米の味がぶわーって広がったりする。奥ゆかしい日本酒っていうのかな？ちょっと日本語使い方間違ってたら申し訳ないんですけど。鍋島はやっぱり美味しい。で、もう本当に勝手に飲み比べなので、マジガチ個人的な意見にはなってしまうのですが、僕的には隠し酒、裏鍋島の方が好みかな。というわけで皆さん、見つけたら両方買って飲んでみてください。あとは、おすすめの日本酒皆さんの方であったら、ちょっとコメント欄に残していただいて、ちょっと頑張って探して、それを買って飲んで、動画にして、僕としてはこんな味がしました、好みでした、もしかしたら僕としてはちょっと違うかもみたいなことを言えたら面白いのかなと勝手に思っておるので、コメントに残してもらえたらすごい嬉しいです。プラス、あと、この動画、この動画じゃない、チャンネルの方かな、登録してもらえたらすごく嬉しいのでよろしくお願いします。じゃあね。